横山隆二は、福井県出身の元プロ野球選手。福井県勝山市出身。福井商工では1年秋からエースとして活躍する、ものの、甲子園には、あと一歩届かなかった。1994年ドラフト小いで、広島東洋カープに入団。3年目の1997年に中継での、起用ながら実勝を挙げるブレークを果たす。 1999年には先発として期待されたが、右肩ルーズショルダーに見舞われ、登板機会が激減した。その9位は完全には戻らなかったが、請求力と培った経験による駆け引きを活かして2005年にセットアッパーとして復活。2006年シーズンは、A カは横山・ベールとつなぐ、ニーブのリリーフトリオの一角として活躍した。2007年は、 開幕前に、ブラウン監督から、キャンプで特に成長した投手の一人と評価され、シーズンでは中継ぎとして60試合に登板し、安定感のある投球を続けた。2008年は、自己ベストの防御率1.50を記録し、A 川に傾倒する、絶対的な中継ぎの柱として、チームの A クラス争いにも貢献したが、故障での離脱もあり38試合の登板に止まり、その間は、 チーム目線を強いられる結果となった。2009年は故障で離脱することなく69試合に登板した。しかし自己ワーストの発敗を喫する。ピンチを作ってシュルツに交代する機会もたびたびあり、安定感は今一つだった。また国内 FA 権を取得したが、行使せずに3年契約で残留。2010年は不調の A 川に代わってシーズン途中よりクローザーを務め、 自己最高の11セーブを記録した。防御率も2年ぶりに1点台をマークする、好成績を挙げた。2011年は、開幕前の3月に、腰のガングリオン切除手術を受け、シーズンの大半を回復に費やすこととなった。9月には1軍に復帰したものの、間もなく2軍に降格し、シーズンを終えた。2012年は中継ぎとして23試合に登板。 敗戦処理や大きくリードする展開での投板が、主ながらも、高投を続け、防御率は0.42だった。2013年は中継ぎとして37試合に当番、投板。対ヤクルト戦では、防御率1.38を残す一方で、対巨人戦では、防御率9.00であった。2014年は6試合の投板に終わり、9月21日に、マズダズーム。 ズームスタジアム広島で会見を行い、今季限りでの現役引退を発表した。2015年から中国放送の野球解説者、デイリースポーツの野球評論家を務める。2019年10月21日、広島東洋カープの投手コーチ就任の要請を受託し、松田スタジアム内で就任会見を行った。1、2軍どちらの担当になるかは未定。 日南周期キャンプから指導する予定。2019年10月29日、広島東洋カープが来季のコーチングスタッフを発表。横山は一軍投手コーチを務め、背番号は82。翌30日、松田スタジアムを訪れ、練習前のエンジンでナインへ挨拶した。来月の周期キャンプから本格指導で11月2日から17日までチーム帯同予定。 11月2日日南周期キャンプで初指導。横山コーチ流インターバルピッチ導入。ストレートの平均急速約時速 141km。県制級の名手として知られ、NHK 球児園において VTR ゲストとしてテクニックを披露した。ありがとうございます。